どうも、好きな食べ物はささみです。どうも、塾長です。俺、筋肉が違う。筋肉見て、違う。どうも、小野くん、バイト中に3回プロテイン飲む。どうも、塾長です。今日はですね、それでちょっとオープニングちょっとあれなんですけど、ブチ切れ王選手権を開催いたしますよ。ということで、イキリ王選手権の次はブチ切れ王選手権です。まあ、ブチ切れ王選手権というのは、まあ、いわゆるその切れることですね。もうとにかく今日は切れたいと思います。普段の鬱憤をね、やっぱり晴らす、ね、みんなの代わりに晴らしたいと思います。で、今日もスペシャルゲスト2人呼んでますんで、2人にガンガン切れてもらうという企画です。まあ本当にシンプルな企画です。まあやはり言葉が喋れなくてですね、切れれないという方いると思うんで、まあこうやって切れたらいいっていうのをちょっと見せていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。それではレッツゲットスタート。どうも、中島塾アシスタントの野辺です。今日はですね、ちょっと塾長にですね、いろいろとインタビューしてみたいと思います。塾長、よろしくお願いします。いやいや、それ、クマ、あ、クマじゃ、パンダ。俺、あ、似てるけど、ちょっと色が同一だと思いました、それは。同一、申し訳ない。同一で、同一。お前は、質問1、今のお仕事は何でしょうか。コンビニ。あ、コンビニですか。ああ、なるほど。ずっと近い、ずっと近いから、もうちょっと行けるか。ああ、はい、すいませんね、はい、ごめんなさいね、はい、あ、コンビニで働いてらっしゃる。そう、コンビニで働いてる。ああ、てっきり僕の質問から返ってくるのは、塾やってますって返ってくると思ったんですけど、すいませんね、間違えましたすいませんね。はい、じゃあはい、そうだよ、本業はそうだよ、間違えたら。ああ、そうだよ、間違えとんねん。いや、そっちじゃない、こっち似てるけど。ああ、そうだよ、似てるけど、こっちね、パンダさんだと思いました。誰がパンダパンダじゃない、塾長だ。あ、彼女はでいない歴はどのぐらいですか。近いだから。ああ、そうだよ、もうちょっと。あ、彼女いない歴はいくそれ使ってない歴、下ネタ、下ネタ。何年いないんですか、彼女。半年、あ、間違えた、1年、1年ぐらい。あ、すいませんね、今塾長見え入りましたから見え入りましたね、本当申し訳ない。塾長の今の年収どのぐらいですか。リアルにうざいやつ、いや、リアルに今ね、ほら180万。おー、なかなか稼いでますね。やーべえな、俺も負けちゃってるな。やべえ、俺も頑張んないとダメですね。いやー、いろいろと聞かせていただいて申し訳ない。ほんとすいませんね、塾長。こっちじゃない、パンダ似てるけど。あー、パンダ。いや、パンダじゃん、塾長。あ、塾長、パンダ。あ、こっちパンダ。あー、塾長、すいません、ね、いや、違う、塾長。あ、パンダ。あ、パンダ、あ、すいませんね、ちょっと僕勘違いしちゃいました。あ、すいませんね、パンダさん。いや、違う、あ、それはいいのか、合ってますよ。どうも、じゃあ、では、今日また野辺さんにちょっとインタビューしたいと思います。お、よろしく。野辺さん、最後に、はいはい、そっちじゃないの。俺、こっち、俺、こっち。あ、うん、あ、え、これ野辺さんじゃないんですか。どう見ても似てるけどよ、俺じゃないじゃん。乳首立ってねえじゃん、これ乳首ねえじゃん、これ俺、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、俺立ってるから。あ、じゃあ、好きな食べ物はどこですか。あ、おい、好きな食べ物。あ、好きな食べ物、おい、ちょっとここを向けるの、こっちこっちこっち、口の元もこれ、口の元こいで。あれ、それつけ乳首ですか。つけ乳首ですか。つけ乳首立ってんだよ、しょうがねえだから。もともとあれしてんだから立ってて、もともとあれしてんだからってどういうこと。もともと立ってんだ。もともと立ってるってことですか。好きな食べ物どれぐらい。あ、いや、ちょっと、もう一緒、もう32年使ってねえよ言わせんなよ、お前さ。ど、あ、そ、あ、そうなの、手だよ、手。手ですか。手だよ、手ですか。あ、そうなん、好きな食べ物だろ、質問。あ、そうだ、うん、ごめんなさい。好きな食べ物、玉ねぎだ、玉ねぎ玉
玉ねぎだよ。玉ねぎ玉ねぎだって生でいくんですか。生でいく。あのしょっぱさがすげえいいんだ。玉ねぎはしょっぱくないですけど。え、しょっぱいじゃん。お前食べてないでしょ。あれしょっぱいんだよ。美味しいんだよ、本当に。いや、美味しいのは分かるんですけど、しょっぱいですか。しょっぱい。あのね、あのか、なんつうの、汁の感じが好きなの。汁の美味しい。チャーハン好きですか。おいおい、ちょっと、そっちだね、そっち。そっちパンダ。あ、かっこいい。立ってないだろ。あ、そうか、あ、ごめんなさい、あっち見ないっすね。そうそう。ちゃんと歯あるじゃん、これ。俺の歯、つけ歯なんだから。つけ刺し歯ね。刺し歯。うん。高かったんだよ、と。あ、全部、うん、いくらしたんですか。全部で5000円ぐらいかな。いや、じゃあ最後にですね、はい、あの好きな教科は何ですか。好きな教科、え、今更、今更か。ああ、いいよ。俺の好きな教科、うん、あれだ、音楽。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、2人目のチャレンジャーの方にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは、好きな女の子のタイプは何ですか。でも聞かれてんだけど答えろよ。好きな乳首の色は何ですか。いや、答えろっつってんの。いつ以来使ってないんですか。お前やる気あんのか。ちゃんと答えろっつってんだよ。乳首は何色ですか。答えろっつってんの。プロテインは何を使ってますか。おい、答えろっつって。プロテインは彼女はいますか。いや、これ答えらんねんよ。え、ちゃんと、いや、今回質問するの僕だからちゃんと、あ、マイク僕に向けてください。あ、ザバスさん、すいません。ザバスじゃねえ。おの、あ、おの、おのだよ。おの、おのだよ。え、おのなんすか。おのだよ。ザバス、ザバス、ザバス、ザバスじゃないです。ザバス誰。いや、ちょ、おのだよ。あ、すいません。ごめんなさい。乳首はいつも、いつつけてるんですか。取り外し可能だって聞いてるんですけど。いや、取り外さねえ。そのまんまで。あ、ニップレスじゃないですか。ニップレスじゃないですか。ニップレスなんですか。ニップレス。おのだよ。あ、おの。え、ニップレスさんじゃないですか。誰だよ、ニップレスって。そんなやついんのかよ。ニップレスさんは何を好きな食べ物なんですか。いや、それパンダ。え、これニップレスさん、ね、そもそも質問するやつ違うから。あ、こいつじゃなくて、これは質問する。ニップレスさん、これは。いや、それは何でもいい。あ、何でもいい。それはニップレスさん、何でもいい。パンダさんは何を食べるんですか。俺はパンダじゃない、オノだから。あ、オノだっつってんの。ザバスさんですね。オノだっつってんの。じゃあ、オノ、あ、オノ、小野さんですか。小野で。八丈島さんじゃないですか。八丈島誰だよ、それ。あ、違う。あ、違います。誰ですか、それ。どっちが来てる。どっちが質問してる。ミノさんですか。あ、ミノさん。誰だよ、ミノさん。小野だよ。あ、小野。小野だよ。小野。あ、違う。好きな食べ物は何なんですか。ラーメン。あ、ラーメンなんですか。ラーメンが好きなの。あ、すごい、ごめんなさい。ラーメンは何ラーメンが好きなんですかね。いや、一体やん。味噌ラーメンです。あ、味噌ラーメンです。ザバス、ザバス味じゃないんですね。物だよ、あれじゃ。物じゃない。ザ、え、味噌、ザバス、ザバス海じゃないんですか。そんなない。そんなないですか。ない。バニラ、あ、バニラが好きなんですね。ラーメン。あ、違う。ラーメンが好きなんだ。ラーメン、バニラ味のラーメンが好きなんだ。ラーメンって言うの。あ、違うんですか。違う。いや、なんか何プロテイン、プロテインの話じゃない。あ、プロテインの話じゃない。好きな食べ物話してんだよ。プロテインの話じゃないんですか。いや、ラーメンの話聞いたじゃん。ラーメンだよ。あ、ラーメンなんですか。世界の中心では何を歌いますか。世界の中心、世界の中心。世界の中心で愛を叫ぶって聞いたんですけど。近い。あ、近い。近い。ザバスさんです。で、小野だよ。あ、小野。ニップレスさんですか、こっちは。ニップレスさん。ニップレスじゃない。ニップレス2。2じゃない。2じゃない。いや、2じゃない。あ、2、あ、1もない。1、2。1じゃない、2じゃない。2じゃない。2じゃない。ヒゲダイマジンさんですか。違うよ、小野だよ。小野。誰だよ、ヒゲダイマジン。ちょっと僕もわかんない。連れてこい。じゃあ、最後に。じゃあ、ニップレスさん、何か
好きな食べ物教えてください。いや答えろよ、聞かれてんだから。好きな女の子のタイプは、答えろっつってんの。好きな単位は何ですか。答えろっつってんの。ザバスさん、ありがとうございました。いや、小野だっつってんの。小野だっつってんの。